韓国京山南ドのチリ山の長上付近でヘリコプター機が墜落し、救助を要請していた富山客など二人が亡くなった。京奈緒南道の消防本部によると、今日の昼12時7分頃、里井山のチョンワンボン付近で消防ヘリコプター機1台が墜落した。消防当局はこの日の午前11時28分頃、 心停止した患者が発生、連絡を受け現場にヘリコプター機を送った。現場に到着したヘリコプター機は心停止した患者を救助するためにロープを下ろしホイストで引き上げ作業を進行していた。当時、現場では秒速7メートルの南東風が吹いていた。 しかし引き上げ作業のために約15メートルの上空でそのまま定位置飛行をしていたヘリコプター機が原因不明の理由で突然地面に不時着してしまった。この過程で心停止患者の保護者である夫人がヘリコプター機の羽にぶつかった。消防当局は、 心停止患者と事故で心停止となった夫人など二人を別の消防ヘリコプター機で軽なお大学病院に緊急搬送したが結局息を引き取った。消防隊員など5人は大きな負傷なく救助された。